ああ別に怖くないし、ま、余裕ですよね。リ・イーヌサブチャンネル。え、これ俺ビオラ年13体力10貧弱。スカートのポケットに入っていた便箋、手紙、読む読まない、いや読まないですけどシフトでダッシュ。おい走れる。何やこの猫。猫か。気がついた？誰やねん。お前に名を授けよう。お前は黒猫から名を取って猫だ。おい間違えた間違えた。お前ポチだ。手紙読んだ方がいいんか。これ読みますか。遊びに行くのは構わないが、あまり森の奥には近づかないようにな。早く帰ってくるように、チッチより。チッチ、もうだいぶ森の奥だと思うが、チッチ、人間がこんなところにいると危ないよ。うるせえ。え、ごめんうるさいとか言って。え、あらまあいい子ね急に近所のおばさんみたいな。帰るわ、もうこっちね。美しい。おどろしく巨大なバラが道を塞いでる。いや出ろ、いや出ろ出ろ出ろ。いや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 、いやこういうの理解できないんだよね。絶対出れると思うんだよね俺。上からジャンプとかできないの。木登りしろよな。分かった分かった、上行けばいいんでしょ。ポッチポッチ、はてな。いやポッチがいないわ。なんちゃらの家、森の出口。魔女の家だろどうせ。いや魔女の家茂ってますけど。小さなバラが道を塞いでいる。え、ちょっとこんな序盤で積む。いやいや魔女の家史上多分最速で積んでる。いや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 、え、なんかあった、びっくりした。錆びついた刃物が落ちている。あ、持っていこう、こういうのは大事。マチェットを手に入れた。マチェットって何。私は帰るの。バラを切る。はあ、どんだけ強固なバラなんだよ。魔女の家に行けということ。いや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 、あのバカがよ。しょうがないな、会いに行ってあげようじゃないの。魔女さん、絶対バラ切る音じゃなかったね。ああ、マチェット、友達だったのにな。鉄線切る音がした。どこここ。ポチ、あポチポチポチ、あれどうしたの。てんてんてん、ふーん、花が出口を塞いじゃって出られないんだ。はっ、入ってみたら？ポッチ！なんてこと言うんだ。こういう館には入らない方がいいんだぞ。どうせここから出られないんだし。お前なんてこと言うんだ、お前。ちょっと嫌な気持ちにさせるぞ。ちょっと尻尾とかつかんで、う、嫌だってさせるぞ。いや、嫌ですけど、入りたくないですけど、帰りますけど。いやー、どう今の気持ち？目の前でこんな反復横跳びされる気持ち。いやー、不愉快でしょうね。入るか。嫌だー。入ろうね。はあ、試練だ。俺はこの家を出たらきっと魔法少女になっているはず。チチンプイプイ、いけビオラ。うーわ不愉快、嫌だわ。不愉快ですよすでに。すごい心にハートが強い。は、なになに、うわしちゃったー人間は脆いんだ。バカ野郎、おいポチ、人間は脆いって言っただろうが。おいおいおい、ふざけるな。入っちゃいけないのここ。入りません。え、どういうこと。コガ、私の部屋までおいで。嫌です。あ、ポチ、いや面白そうだからついてきちゃった。ところで今どっから出てきたの。ここ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 、何もない、ただの真っ白な壁である。忍者屋敷だわ完全に。いやしかも両端ができておる。さっきまでなかったのに。忍者屋敷ではポチ、お前一緒に行こうぜ。怠慢では一緒に行かないのは。マスコットキャラとしてのさ、なんかを確立した方がいい。死ぬわ。あ、またさ、そうやって壁が出てくるんですよこういうのは。バラの花が飾られている。殺してみな。ほらよ。大きな柱時計がある。時計の針は丁寧に時を刻んでいる。刻むな。何何何何？魔女の日記。いや読まない方がいいよ。こういうの呪われるからねすぐ。いや読もう。
私は病気だから誰も私と遊んでくれなかった。お父さんもお母さんも私を愛してくれなかった。ご愁傷様です。プレゼントの中にテディベアがよりわかってる。テディベアを取る。もらう。おいで。あ、すまないね。バランスを崩してしまったようだ。家が元の姿に戻るとき開くと書かれている。走ってポッチのところ。ポッチテディベアを手に入れたよ。ポッチ、なんもならあげる。ポッチにテディベア。はあ、なんだこの家。帰らせてくれよ。ハサミありますね。ホコリまみれの汚いタンスがある。何も入っていない。いや俺ハウスダストアレルギーだから、こんなとこ来たらもうくしゃみでやばいこと。鍵がかかっている。何、作業台の上にハサミがある。持っていく。いやハサミは大事だよ、何かあった時に。はあ、鎖につながれて持ち出せそうにない。持ち出せ、ちぎれ。鎖につながれていて、何言ってんの。テク、それはテディベアさんの。いやそれは良くないって。人道に反する。切り落とすけど。うわごめん、すまん。あ、テディベアの手足切り落とした。いてって言ってるわ。あ、何でできてんのそのテディベア。え、なんで今胴体と切り離したの。え、何が目的なの。え、何。うわ、すまん。そう、今やっぱね、気持ちよく謝ることが大事だからね。こういうことは何事も謝罪って大事だよね。だから何、謝ったけど鍵かかってるけど。はあ、わかった、出れるんだ。出れません。まあそりゃそう。何あれ、さっきのテディベア。クマをカゴに。あ、仲間と言ってもどあ、もう、え、なんかわかんないけど、胴体だけだけど大丈夫かな。ごめんなさい。本当に申し訳ないと思っている。ほら友達だよ。あら、まあよかったね、お友達できてね。あ、すまんって。だから、じゃあ俺は友達じゃないから来ないで、本当に。うわ、ごめんってば。だから、うわなんでそんな怒らなくてもいいじゃん。ごめんって言ったじゃん。最後まで動画見てくれてありがとう。みんなよかったらチャンネル登録、チャンネル登録やれよ。通知も取れ、ツイッターもフォローしろ。やめて、皆さん、よろしくお願いします。手足切り落とすのはさすがにダメだと思う。それは俺もそうだと思う。